鈴原のぞみの明日は何しちょっと。こんばんは、声優の鈴原のぞみです。鈴原のぞみの明日は何しちょっと、今週も始まりました。ということで第54回目の放送でございます。ちょっとね、オープニングトークは最近あった悲しいお話しようかなと思います。いや、そうなんです。最近整体に行きまして、そうそれでお店って大体こうミュージックみたいなのかかってるじゃないですか。そうそれで私もね、この間行った時にお店入った瞬間に私の好きな合唱曲が流れてて、なんか珍しいなって思って、合唱曲いいなって、好きな曲だなと思って入って、それなんか入った時にいつも聞かれるやつがあってね、そうなんかカードありますかって聞かれて、なんかちょうど持ってなかったから、あ、ないんですよって言ったんですね。そのないんですよって言った瞬間にすっごい悲壮感あふれるパートになったんです、その合唱曲が。それで、あ、なんかすごい私の気持ちにぴったりと思って、すごいいい選曲だなってずっと感心してたんですけど、そしたらめっちゃ私の携帯のスピーカーからその音が全部出てて全然店内 BGM でも何でもなくて、普通に自分がイヤホンで聞いてた音がなんか知らないけどいつの間にか全部垂れ流されてて、大爆音で私の携帯から合唱曲が流れてただけだった。もうめっちゃ恥ずかしくて、途中で気づいてって音量ボタンスーって下げて、全然違いました、めっちゃおしゃれな曲流れてて恥ずかしい。そうだよな、合唱曲ってあんま流さないですよねと思って、恥ずかしかったですね。これいつか言いたいなって思ってて、そう、自分だけに留めておくにはちょっと恥ずかしかったので、ちょっとお話しさせていただきました。いや、みんな気をつけてね。たまにはないですか、こうなぜか流れてるみたいな、スピーカーになってて音漏れてて、しかもさ、それがさ、お店入った瞬間に曲変わったんですよ、ちょうど奇跡的に。そのせいでちょっと誤解しちゃって恥ずかしかった。この人合唱曲聴いてるんだって思われたのが一番恥ずかしかったですね。はい、みんなもね、そうね、最近やらかしたことあったら、よかったらメールで教えてください。共感しましょう。はい、ということで今日はみんなからいただいたメッセージをたくさんご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ではそろそろ参りましょう。鈴原のぞみの明日は何しちゃと、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、鈴原のぞみです。ということで近況トークしていきたいと思います。結局おにぎりの具って何が最強なんだろうっていうね、お話を今日はしていきたいと思います。みんなね、いっぱいつぶやいてください。もう何がいいだの、もう自分のね、思うままにつぶやいていただけると嬉しいんですけど、ですね、まずおにぎり何をもって最強かっていうと、やっぱ形とか、やっぱ具材とかありますね。海苔の種類とか、パリパリベ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 リじゃないな、しっとりかな、やりますけれども、みんなは何派ですかね。私はちなみに形、なんかね、さっき調べたらおにぎりの形って4種類あるらしくて、そうなんだっけな、まず三角ね、三角、俵、丸、あとなんだっけ、こう丸が潰れてるやつ、楕円なんだっけ、ちょっと待ってね、調べたのを出しますよ。よいしょ、三角、丸、円盤、俵の4種類らしいですね。円盤っていうとチャーハンとかのやつが円盤なんですかね。いいですね。
そうそうそう、それでやっぱ私的には俵型のゆかりとかのおにぎりめっちゃ好きなんですよ。でもなかなかお目にかかれないので、やっぱ市販で多いのだと三角の白米の、やっぱたらこ、焼きたらこがめちゃめちゃ好きで、それがやっぱ不動の1位なんですね。もうたらこ大好き人間なんですけど、やっぱり人気のあるのだと鮭とか、あと塩ツナマヨ、いくら、おかかとかね、からし明太子とかありますけど、みんなは何が好きですか？でもやっぱり私はたらこ大好きなので、どうしてもたらこびいきしちゃうんですけど、たらこが美味しいけどなって思うけど、いやでもね、最近おにぎり専門店ってすごい多いじゃないですか。やっぱりなんか初めはさ、おにぎり専門店って出てきたばっかりの頃はおにぎりはね、あんまり味変わんないんじゃないのとか思ってたんですけど、やっぱ食べると違いますよね。やっぱお店のおにぎりって具材の詰まり方が違うというか、例えば鮭おにぎりだったら上にまず乗ってるじゃないですか。そしたら中にももうびっしり詰まってるのがめちゃめちゃ好きで美味しいですよね。どうしたらあんなお店みたいに作れるんだろう。ちなみに私お弁当もずっとたらこおにぎりお母さんに作ってもらってて、全たらこでした。もう全たらこ、もうでも違う味なんてない、もう一生たらこ、毎日たらこおにぎりでした。でも飽きなかった、大好きでございます。おにぎり専門店みたいな、なおにぎりが作れるようになったらいいんだけど、あ、そういえばなんか前私ここでおにぎりを作ってみたいみたいな話しませんでしたっけ。懐かしいな、できるのかな私に。おにぎりなんて久しく作ったことない、作ったことはありますよさすがにね。だけどなんかもう手がベッタベタになるじゃないですか。うまくなんか初めに水つけるんでしたっけ、あれやんないとベタベタになりますよね。まず三角にできないんですよね、うまくこう綺麗に、なんか型みたいなのあるじゃないですか、こうご飯詰めてギュッてするやつ、あれでちょっとね逃げてしまって いましたのでなかなか作ったことがなく、いつかねみんなにもたらこおにぎりをねお見せできればいいなと思ったんですけど、話がそれましたね。おにぎりの具何が最強なんでしょうかね。こうランキングとかも結構いろんなとこで出てて、やっぱコンビニだと圧倒的ツナマヨが1位っぽかったです。でも普通にランキングだと鮭が1位みたいで、やっぱそこなんですかね。でも私はタロコがいいと思いますけどね。みんなも推しの組み合わせとかね、一番好きなおにぎりあったら教えていただけると嬉しいです。ちなみに海苔はパリパリ派です。あと塩むすびも好きです。でも自分で作ると塩むすびってあまり美味しくないですよね。なんか塩がさすごいついてるところとさ、もう全く味しないところでさ、あしょっぱい、あしょっぱくないみたいなのがねまばらになっちゃって、なんかちょっとドキドキしながら食べなきゃいけなくなるんですよね。美味しい塩むすびも食べたいです。今日もお腹が空いていますもういつもご飯の話するんだから、ちょっとね勘弁してくださいということで、この後は皆さんから届いたメールをご紹介していきます。鈴原のぞみの明日は何しちゃった。ではメッセージを紹介していきましょう。まずはのんのんネーム赤レモンさんからいただきました。ありがとうございます。のんちゃんのんばんは。のんばんは。先日いとこの黒音ちゃんがホラーゲームを実況していましたね。私はホラーが苦手な自覚はあまりなかったのですが、久しぶりにホラー系の映像を見たら自宅にいるのにしばらく背後が気になってしまいました。わかるわかる。のんちゃんはホラー映画やホラーゲームの後家の中でそわそわする派ですか？シャンプーで目をつむっている時に目を開けたら何かがいるかもとか、
電気の消えた自宅の暗い廊下の奥から何かが飛び出してくるかもとか想像し始めると止まらなくなったりしませんかといただきました。ありがとうございます。いやー私も見ました、クロネちゃんのホラーゲーム配信。いやー怖かったね。なんかあのか顔がさ急にバーって近寄ってくる系のとかすごく苦手なんですよね。もう本当に昔から怖いのは苦手だったはずなんですけど、でも私昔はね中学の時ぐらいまでは怖いのが苦手っていう自覚があんまりなかったんですよ。そうそうそう、だからあの全然怖い小説とかも読んでたし、それこそあの怖いテレビのやつ、あのホラー系とかあとミステリー系とかも見てて、それで全然平気だしとか思ってたんですね。今思うとなんか中二病の延長みたいなのだったのかもしれないんですけど、そうでもすごいねあの生きていた割には怖がっておりまして、普通にあのお手洗い行けなくなっちゃうから、その怖いの見る前にちゃんと用意周到に行っていたりだとか、あとお風呂入るのほんと怖くなっちゃってお母さんにあのドアの前に待っていてもらったりだとかしていましたが、いやでも本当に怖いの苦手って気づかなかったな。でも今でもまだその中二病心が残っているのかまだいけると思ってしまうんですよね。なんか結局あの戦慄迷宮とかあるじゃないですか、ああいう怖いやつにまだ行ったことがないので、そのこうちょっとしたさお化け屋敷とかは行ったことあって、それはもう余裕でルンルンでねこう歩いていたから、私大丈夫なんだみたいなの思っちゃってるんですよまだ正直。だからその一回ね怖いとこ行ってみたいなという気はしますけど、戦慄迷宮は結構本当に怖いらしいのでね、怖いですね。それはちょっと怖いかも。もうちょっと優しいとこないかな。絶妙な怖さを味わえる場所には行ってみたいです。いやでもホラーは怖いね。結構最近ミステリー小説とかも読めなくなってきちゃって、もう怖いのをすごい避けるようになりました。なんかもう次の日起きれないんだもんだってミステリー読んだらなんか怖くて寝れなくなっちゃって、怖くて寝れないと次の日起きられなくて、なんかもうだから仕事がお仕事がその結構お休みの時ぐらいしか読めないんですよね。いやホラーのなんか体勢上げる方法とかあったら知りたいな、教えてください、お願いします。続いてのんのネームおにまろさんからいただきました、ありがとうございます。のんちゃんのんばんは。のんばんは。ダヴィンチウェブの連載鈴原のぞみのネガティブな性格がちょっとだけ明るくなる本が1周年を迎えましたね、おめでとうございます。こちらも1周年ありがとうございます。作品の良さをご自身の体験や性格と絡めながら紹介しつつ、しっかりネタバレには配慮しているという素晴らしい文才には毎回驚かされます。何より作品への愛がバチバチに伝わってくるので、知らない作品でものんちゃんが勧めるなら読んでみようという気になります。今回の死にたがりの君に送る物語は初の小説作品ですね。ちょうど新しく読む小説を探していたので購入してみようと思います。あと最後に載っているイラストが大好きなのですが、いつもどのくらいの時間をかけて書かれているのでしょうかといただきました、ありがとうございます。いやーそうですね、1周年ありがとうございます。いや嬉しいね、いろんなものが1周年を迎えまして、ノーシチャットもね先週1周年を迎えましてありがとうございます。いやこれからもね皆さんにね見ていただけるよう聞いていただけるよう頑張っていきたいと思います。そうですね、今回そっか初めての小説か、なんか前も書いたことあるような気がしていたけど、何気に初めてですね。結構あの小説は読んではいるんだけど、なんかみんなにおすすめできるような明るさのものじゃなくてさっきあんま暗いの読んでないみたいに言ったんですけど、結構ミステリーじゃないけど暗めのは読んでいたんですけど、だけど確かにこれで書くと
超長くなっちゃうみたいなのが多かったので、今回このね、死にたがりの君に送る物語はこう内容的にはこうタイトル的にもちょっと暗いのかなみたいな印象を受けるかもなんですけど、あのね、全然そんなことはなかったというのは先に言っておきます。そうそうそう、みんなにおすすめできるようなお話だったなっていう風に感じたので書かせていただきました。そうですね、今回のイラストはでもめっちゃ時間かかったと思います。3時間ぐらいかな。いつも結構時間かけているんですけど、今回は特にこうお話から受けたインスピレーションがああいう感じ、こう女の子がこうちょっと横を向いて涙を流しているようなイメージだったので、それを再現するにはやっぱ自分のね、画力的に結構横顔が難しかったので、ちょっと時間をかけて描かせていただきました。いや、気に入ってくれたら嬉しいです。今回結構イラスト私もよくできたよくできたっていうのは言い過ぎですが、なんかちょっと自分的にも満足いくもの描けたなって思ったので、もしよかったらね、イラストも見ていただけると嬉しいな。そうね、でも今回のイラストはそれこそ誕生日のこのイラストと、あとお団子のね、このイラストと同じ日に描いたので、結構絵を描いていた一日でしたね。いや、ぜひ読んでみてね、面白いお話なのでよろしくお願いします。続いて、のんのネーム片乗り狐さんからいただきました。ありがとうございます。のんちゃん、のんばんは。のんばんは。以前の放送で今年の目標が叶ってとあることができるようになったと言っていましたね。ふんふん。それはズバリ口笛じゃないでしょうか。ふんふん。これまでのんちゃんが口笛を吹いているところを見た記憶があまりないなと思い、さてはこれではと思いました。どうでしょう、合っていますかといただきました。ありがとうございます。あ、もう一枚ある。みんな当てたがってますね、私のできるようになったこと。のんのネームアイプルさんからいただきました。ありがとうございます。のんちゃん、のんばんは。のんばんは。念願の夢が叶ったという報告をされていましたね。そんな大層なものじゃなきゃね、ヒントとして練習が必要ということも言っていたので、そこからいくつか答えを考えてみました。逆上がりができた、トリプルアクセルに成功した、スカイダイビングオアバンジージャンプに初挑戦した。もしかしてこの中に正解はありますか。他に答えを思いついたら送ります。のんちゃん、よかったらもう少しヒントをくださいといただきました。ありがとうございます。どんどん言いづらくなっていきます。そんな大層なものじゃないんだよ。いや、そうですね、じゃあそう、この中に正解があるかなんですけど、ブブーでございますね、残念。いや、まだ当たんないですかね。そうね、でも意外となんかそのうち当たりそうな気も私はしているんですが、まあトリプルアクセルよりもだいぶだいぶ地味ですね。とんでもなく地味でございます。なんだろうな、ヒントだとこの間のスペースの配信かなっていう感じかな。この間というといつだっけ、6月の後半にやったスペースですかね。のスペースですかね。いや、本当にスペースといえばなんですけど、そうね、私みんなに謝りたいことがあって、そのアーカイブをね、いつも残さないじゃないですか。私はちょっと恥ずかしいっていうのもあったりとか、いろんな理由があるんですけど、そうなんだけど、やっぱりみんなのことをね、考えた時にやっぱりさ、お仕事で帰ってきてアーカイブがないってなるとやっぱ悲しいなって思われる方もね、いらっしゃるんだなっていう風に改めて感じまして、そうなんかやっぱりね、自分自身にあんまり自信がない部分がどうしてもあるから、その私のね、こうお話をね、待っててくださる方がね、なんかいらっしゃるのは分かってるんだけど、なんかそう、自分の自信のなさゆえにちょっと不安になる部分もあったんだけど、そうでもね、やっぱりね、こう聞きたいって思ってくださる方が一人でもいるなら
残すのもありかなというふうに思ったので、1日ね、1日だけでも残せたらいいなというふうに思いました。でもあれだね、あの全然そのアーカイブ残すことによって全然うまく話せなくなったりとかあとなんかとんでもないことを言ってしまった時はもう多分残りません。それだけ言っておきますが、いやでもね、残してほしいなっていう声にはね、できる限りみんなの声には応えたいなという気持ちがありまして、そう次回は1日残すかもです。よろしくお願いします。そうね、あのこのヒント、その何が私ができるようになったか、いやーわかるかな、でも当ててほしいな。前回結構そのスペースの時はめちゃめちゃわかりやすくやりました。ここではやりませんけどね、バレちゃうからね。そうやりませんけど、よろしくお願いします。当ててね、待ってるよ。続いて、のんのネームがちくんさんからいただきました。ありがとうございます。のんちゃんのんばんは。のんばんは。突然ですが、のんちゃんは漫画を読んで泣いたことはありますか？私は4月は君の嘘というタイトルの漫画なのですが、アニメを見てから読んだので結末は分かっているはずなのにずっと泣かされっぱなしでした。のんちゃんにも同じようなエピソードがありましたらお話を聞かせてほしいですといただきました。ありがとうございます。いやでも私漫画読んでて泣かなかったことないぐらい基本泣いてます。よっぽどなギャグ漫画じゃない限り、なんかもう涙をスーッと流しながら読んでます。なんかもう漫画を読めていることへの感謝みたいなそこまでいっちゃうぐらいやっぱ漫画を愛しているので、そう泣いてますが、なんだかな、でもそれこそスポーツ系ですか。スポーツ系はやっぱ涙が涙のスポーツ、全然スポーツできないくせに一丁前に共感だけはして泣いておりますが、それこそ忘却バッテリーでも泣きましたね。こうやっぱ挫折してるところからの脱却みたいなところが見えると、こううるっときてしまったり、やっぱりこううまくいかないってところからの成長みたいな部分が見えると泣いてしまいますね、どうしても。あとピアノの森とか、あとスキップビートっていう芸能買い物のねお話があって、それもなんか泣きながら読んでました。この間さ、1日限定で50巻無料してたんですよ。無茶だなと思って。でもね、私ちょうどその限定50巻無料になった日に全巻読み終えたんですよ。惜しいちょっと切ない気持ちになりましたが、でもいや全部購入したんで私、そう何回でも読み返せるという点ではね、私の方がちょっと優位に立っているかなと思います。いや本当に面白いんで、ぜひ読んでみてください。お願いします。続いて、のんのんネームなめ猫さんからいただきました。ありがとうございます。のんちゃんのんばんは。のんばんは。第46回放送でグミにハマっているとおっしゃっていましたね。私もそれを聞いてからコンビニやスーパーでグミのコーナーを必ずチェックするようになりました。嬉しい、ありがとうね。のんちゃんが紹介していた幻のグミには残念ながら出会えていないのですが、私も出会えていません。先日のんちゃんが好きそうなグミを発見しましたよ。お、何ですか？その名もシマエナガふわもふグミ、ふわもふホワイトソーダ味です。いいね。パッケージには可愛らしいシマエナガさんのイラスト、そして中にはシマエナガさんの形をした白いグミが全3種で入っており、文字通りふわもふ食感のグミとなっております。見かけたらぜひ購入してみてはどうでしょう。のんちゃんは最近新しいグミまたはお菓子との出会いはありましたかといただきました。ありがとうございます。いやー、この間私も見ました。そういえばめっちゃ可愛いグミだなと思って。そう最近私が見たのだとマロイグミっていう、ちょっとね丸めのクマさんみたいな、黄色っぽいパッケージのバナナミルク味、そうのグミがね、これを買って食べたんですけど美味しかったです。私バナナ味好きなんで。あといちごケーキグミ
ていうねやつもあってちょっと気になったんですよね。これはね見かけたんじゃなくてこう調べたんですけど、そうそう、あときびだんごグミっていうのもあって、そう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 、私きび砂糖とか好きだからすごい気になりますね。あと一番印象に残ってるのが鮫島は今日も冷めてるっていうグミ、どっかのコンビニで最近出たらしくて、なんかサメなんですよ、文字通りサメの見た目したグミで、冷たそうなソーダ味だったのかな、冷たそうな見た目しててすごかったんですよ。その入ったコンビニがもう全面サメ島で、あ、ファミマですか、もうねサメしかいなくて、すごい押されているグミなんだなと思ってすごい気になったんですけど、ちょっとサメっていうことしかその時は分からなかったのでちょっと分からんと思って帰ったんですけど、あのソーダ味だったらねだいぶ食べやすそうで美味しそう、気になります。いいな、食べたいグミが食べたくなりました。いやダメですね、ご飯に吸い寄せられてしまいます。今日も京都で美味しいご飯が食べたいな。いや担々麺とか食べたいですね何も関係なかったですけど、はい、ありがとうございます。ということでたくさんのメッセージありがとうございました。鈴原のぞみの明日は何しちょと、まもなくお別れのお時間です。番組では皆さんからの質問や番組の感想、コーナーへのメールを募集しています。コーナーの詳細は番組 X をご確認ください。さらに毎週土曜25時からは A&G にてリピート放送があります。またニコニコがサービス停止中のため YouTube 文化放送 A&G チャンネルで番組のアーカイブをおまけトーク含めて期間限定で無料公開中です。この機会にぜひお友達にもおすすめしてください。おすすめしてください、よろしくお願いします。そして私からのお知らせです。私のいとこであるヨウサギクロネちゃんが YouTube で配信活動を頑張っております。ぜひチャンネル登録お願いします。そして私が桜小路きなこ役として出演しているラブライブスーパースターリエラの情報に関してはラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。この番組へのすべてのメールの宛先は non@joqr.net non@joqr.net まで。はい、ということで今回もあっという間でしたが、ちょっとね前回の放送にはなるんですけど、あのツッコミどころ満載のメールを募集しております。あのツッコミの練習がしたいということで、あのツッコミどころ満載のメール募集しております、お願いします。あとはね、あの下柳さんのねグミをね買いたいね、私今度見かけたら購入したいと思います。変わったグミもいっぱいありますね最近は。もうすぐ食べ物の話しちゃうんですね最近。何回やってますか最近の近況トーク。ほぼ食べ物じゃないですか、もしかして。なんかお腹が空いているんでしょうね今。あの担々麺の気分なんですけど、ちょっとまたあと1時間ぐらいしたら変わるかもしれないですよね。いや最近暑くなってるんでね、みんな夏バテには気をつけて美味しいものをねたくさん食べて頑張りましょう。うんうん、冷ややっことかねいいと思いますよ、やっぱ豆腐激推しですから、よろしくお願いしますということで鈴原のぞみの明日は何しちょと、また来週お会いしましょう。ここまでのお相手は鈴原のぞみでした。バイバイ、またね。